2022年4月3日ですね。夜の今、8時、まあ、20時、もうそろそろ50分ですね。九州の新門司からですね、横須賀までフェリーで来てですね、今、下船するところですね、車で。の夜ですね、横須賀はちょっと雨模様ですね。そんなにたくさんは降ってませんけども、ちょっとパラパラ雨が降ってる感じですね。今日はですね、まだちょっとですね、車中泊する場所がですね、決まってないんですよね。なのでちょっとね、この横須賀港でですね、横須賀港ちょっと出たあたりに泊まってね、車中泊ポイントをですね、ちょっと探さないといけないですね。で、横須賀港はですね、初めてなので、まあ、横須賀は何度かちょっと来たことあるんですけども、港自体は初めてなので、地図でですね、Google マップで確認しないといけないですね。ここからですね、一般道になる感じですね。右まっすぐ行く人と右行く人と言いますけど、ちょっと右行ってみましょうかね。ちょっとね、まっすぐはちょっとこれ車並んでますから、ね、信号で、ではですね、ちょっとこの辺りね、ちょっとね止まりたいですね。ちょっと止まりますもんね、ハザードつけて。場所はわからないのでね。それではね、あとですね、ちょっと車中泊ポイント探さないといけないので、一旦またここで、動画終わります。